2004年の阪神タイガースでは2004年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。この年の阪神タイガースは岡田秋信監督の1年目のシーズンである。前年18年ぶりに優勝に導いたものの星野千一前監督が体調不良を理由に優待。岡田新監督のもとユニフォームに黄色が復活した。チームは5月まで首位と2.5ゲーム差と。 まずまずのスタートを切った。この調子でいけば、リーグ2連覇は間違いなしと言われたものの、昨年22勝6敗の貯金16とカモにした、横浜に6月まで2勝10敗と苦戦し、優勝した中日の本拠地名古屋ドームで4月の3連戦で2勝1敗と、勝ち越した後に最後まで勝てず11連敗を喫して、最終的に13.5ゲーム差をつけられて、岡田監督の1年目は、 B クラスからのスタートとなった。それでも借金を1桁にとどめたのが幸いし、翌2005年の優勝につながることになる。本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。9月18日、9月19日の神宮でのヤクルト戦中止は、プロ野球再編問題によるストライキのため色付きは、規定投球回数以上の選手。 ありがとうございます。